こんにちは、ククチャラです。す。す。ごご覧いいいただきままましししてどううもありがとうございますよろしくお願いします、はい、今回もね引き続きなんですけれどもレンタルジュエリーのセットをご紹介していきたいと思いますね今回は61番になります一番最後67セット全部でありまして1セットで結構3点から多いと7点ぐらいまであるので合計すると何百点っていう結構なアイテムの数になるんですねなのでセット数は67セットが最後になるんですけど結構あの 全部合計すると結構な数になりますね。250点から300点まではいってないと思うんですけどね。250点強ぐらいあるんじゃないかなっていう計算になって、しっかり数えてないんですけど、一個一個ね。あんま合計の数を数えてもあんま意味がないのでね。大体っていう感じで、こういうセット組で、あの、集まっているものを1セット数点のこのアイテムとして、 それが67セット、7番まであるんですね。それを後ろから順番にですね、シルバーの地金の主なものから順番に、あの、こう、1番に向かってですね、あの、若い順に向かって行って、あの、YouTube にね、一つずつアップさせていただいています。ブログの方で、ブログも兼ねた商品説明みたいな感じで番号がついていて、で、あの、そうなんですね、それに対応してそこに、 YouTube 出来上がると埋め込まれるっていう風なブログの読み方になるので、あの、レンタルジュエリーをご検討していただくときに、この YouTube で具体的になんかね、あの話、私がもうちょっと追加事項とかをお話ししてたりとか、コーデのことをね、なんかおすすめしてるのをあの見れるといったものになりますね。そうすると余計になんか具体的にイメージできるかなと思って、レンタル、 があののご利用いいただきやすすくななるっていうううももちろんんねそういう目的なんですけれどもあとはなんか誤解がないようにとかですねそういう感じもあのね金属アレルギーなのに金属アレルギーになるようなものだったとかそういうのはいけないのでそういうことも割と細かめに説明はあの文章ではねもうそういうあの地金とかの本律のことについては書いてあったりするんですけどまた追加事項が動画 では見られるっていうことでこれもね貼り付けておくとちょっとあのよりなんかあの詳しい感じになるかなと思ってねやっておりますで今回のセット組はですねパッと見た感じに2色の色しかなくてシルバー的なグレーというかねシルバーの色とあと黄色 しか使われていないセット組みになるんですけど、私にこの自分でこうでしていったんですね、これね。その時にものすごくこの黄色をやっぱり意識しましてね。これに合うもの合うものっていう風で揃えてって、こんな感じでね、ところどころに差し色的に黄色が入るようになりました。このアクセサリーだけで十分もうこれこうでしてあるので、あとはお洋服に合わせるってことを最後にね、ちょっとご紹介するんですけれども、まずペンダントからいきましょうかね。ビッグペンダントなんですよね、こちらね。 直径はね、5センチぐらいありまして、天然シェルですね。で、真ん中の黄色いところも天然シェルなので、シェルでできたシェルペンダントって言えますね。シェルはね、結構軽いんですよね。なので、あの、大きくても重みがないっていうのがちょっといいところかなって思います。で、この、ね、デイジーの花がすごく大花で可愛くて、なかなかデイジーのモチーフのペンダントって、 あんまり見たことないなあっていう感じなので結構個性的になるのかなと思いますね一見なんか地味な色味なんですけどねこのあの良さは天然の色のグレーで色つけてないところを利用してるっていうことこの黄色の部分も実はあの色つけてなくて天然の色を利用してるっていうところが なんかね、いかにもその、狙って作った色じゃない感がありますよね。そういうのが、なんか、あの、ナチュラルな感じの綺麗さだと思うんですよね。で、ツヤがあるのも、これも、あの、貝の特有の感じで、なんかね、あの、レイン、マーブルのレインボーみたいな感じになってて、オーロラみたいなね、そういうのが綺麗ですよね。という風で、こういう、で、チェーンはもう、あの、ロングチェーンになってて、7、80センチあって、 でそれでフィガロチェーンっていう透かしのあるか軽い感じのイメージのチェーンをつけていまして金属アレルギー対応のようにステンレスにしてますねなので首のとこになっても全然平気なんですねというこのデイジーに合わせていく感じこれを中心にしてセットで集めていった感じの経緯がね分かると思うんですけどじゃあ次いきますねこれシャネルのプラスチックバングルですねシャネルルもバングいいろろ 見かかけけるとと思思うううんんでですすれども結構珍しいいい感じなんじゃないかななゃやつですこの黄色い色がまず珍しいしというふうでこの形もねあのそんなに王道じゃないところがねちょっとあのレイアップっぽくて面白いかなって思いますねもう,もう思いっきりそのデイジーの花の中心の部分を意識した色にして黄色の同じような色にしてますね。 リングはね一つ,ししつはこっちのボタニカル的な感じのねこれよく見るとすごい分厚い太い線形なものをあのね透かしみたいにして取り付けてあってすっごくボリューミーなんですねそこが魅力ですね蝶々みたいな感じとハートとかお花とかがこうやって透かし模様になって並んでてあの面白いしっていう感じですねなんかシルバー らしい太さがあってですね。あの、キャシャというよりは、なんか、ざっくりカジュアルな感じがしますので、さ、そのね、シェルのペンダントのボッあの、ああいう花、お花の感じにちょっと合わしてみましたね。お花の種類違うんですけど、まあ、これぐらい抽象的な感じなら、合わしちゃっていいかなと思って、あの、これ、四つ葉も、四つ葉じゃなくて、蝶々ですしね。なので、ちょっとも、あの、こんな、 お花畑な雰囲気にね。持ってきちゃいましたね。はい、最後はね。メノウのくり抜き、多面カットリングですね。これも多面カットが施してあるので、きらめいて綺麗なんですけど、近くで見るとすごく。あの天然なものってわかりますよね。こんあの人工のものはこんな風に斜めに線がわざわざ入れないし、入らないしムラがあるんですよね。そのムラがあの綺麗なんか自然な。 天然のものだなという証拠だと思うと、こういう、これぐらいもらあっても、あの、構わないんじゃないかと思うんです。近寄るとわかるだけで、遠くから見ると黄色っていう感じに見えますんでね。で、もう、これも思いっきりですね、あの、ペンダントからの流れで黄色い部分を意識して、これをここにぜひということで、セット組に、あの、持ってきた、差し色に使おうっていうことでね、持ってきたものになります。 私の意見なんですけどね、ここまでね、すっきりと2色だけの色でまとまっているなら、ここに新たな色を入れるってどうかなと思って、グレーかなんかの洋服とかですね、まあ、黄色もいいんだけど、まあ、黄色い洋服というよりグレーの方がいいと思います。あの、黄色い部分結構多いので、逆に少ない方の,あの色をとって、 洋服にってなんかあの洋服を最後に持ってきちゃってるんですけどグ,ログレーの洋服があればですねこの時こういうそういう一見地味になりそうな感じで堅苦しい感じになりそうですもんねグレーとかってねそういうねちょっと硬い雰囲気にこういうなんか肩の力ちょっと抜けた感じのお花の遊び心がちょっとあるような感じっていうんですかねそうすると全体のバランスがですね いいい感じになんか調整されるみたいなこのビッグデイジーのペンダントなんですけどね実はねちょっとしたエピソードがありましてもうだいぶ前に購入したんですけどあの今はもうないお店なんですけどねそんなに大きなお店じゃないんですけど百貨店の,です、ね、あの入り口付近にあったお店なんですけどあのちゃんとしたあのチェーン店だと思うんですけどねそういう宝石屋さんなんですねでちゃんとしたものを売ってる宝石屋さんなんですねがショーケースなんかがあって っていう感じのねあのねあダイヤモンドとかもちゃんとあったりする感じなんですけどそこのなんかあのちょっと外に出してある感じの気さくな感じにこれがあってですねちょっと気に入って一目あの見て気に入ってですね壁かなんかにかけてあったのかなそういう感じですねディスプレイしてあってで店員さんがですね非常にですね楽しく働かれている女,女性だったのがすごい印象的なんですけどあの楽しくお話が盛り上がったりしてですねで楽しく 盛り上がるあまりあの買ったこと忘れちゃってあの店に置いて帰っちゃうっていう話だったんですけどあのまだその後ですね他に買い物があっていろいろ回って百貨店回ってであの途中で気づいたんですよねあ,あそういえば店に忘れてきてるなみたいな感じでねあの私はもう戻れば絶対あるって思ってそんなに気にしてなかったんですけど実は店員さんがものすごい大慌てだったらしくて放送でね呼んでいただいたらしいんですねという。 そんなね、エピソード付きのね、ものなのでね、結構ね、思い出のお品になりますね。結局でも、あの、購入後、一度も使ってないので、そのままレンタルジュエリーにお客様に使っていただくことに、ね、なったわけですね。でですね、このね、買った時のエピソードの中でですね、あの、店員さんとね、も話してたんですけど、あの、裏面がね、モカグレーなんですよ。 でまたね、うねりがあって、またね、表と裏、リバーシブルじゃないっていうぐらいな使い方ができるねっていう感じなんです。本当は裏なんですけど、裏はね。なんだけど、無地が良ければ、何もこのデイジーじゃなくて、裏側だとね、デイジーみたいなあの花びらの切り込みがね、消えてない、ないんですよ。はい、ということで、今回はですね、ビッグデイジーのペンダントを中心とした黄色と シルバーグレーみたいな色の2色だけでできてるシンプルなね感じのねセット組みをご紹介しましたどううもありがとうございました。